これから YouTube との付き合い方についての発表をさせていただきます。近年スマートフォンの普及により YouTube の利用者数が増えてきています。 YouTube の利用者数は月間15億人を突破しており、日本でもソーシャルメディアの中での利用率が最も高いです。 YouTube の利用率が高まるとともに YouTuber という言葉が世間に浸透してきました。そもそも YouTuber とは YouTube の動画再生によって得られる広告収入を主な収入源として生活する人物のことを指します。代表的な YouTuber としてはじめ社長やヒカキンなどがおり、動画を見たことがなくても名前を聞いたことがあるという人が多いと思います。最近ではキッズ YouTuber と呼ばれる小学生の動画投稿者も増えており、子どもから大人まで誰でも YouTuber になれるということが分かります。また2017年の男子中学生がなりたい職業ランキングでは YouTuber が3位となっており、YouTuber に憧れる子どもが増えてきています。しかし YouTube が多くの人に利用されるようになったことでさまざまな問題も起きています。一例として水たまりボンドという YouTuber が摩擦の熱によって文字を消すことができるフリクションボールペンでノートに文字を書き、そのノートを電子レンジで温めるとレンジの熱によって書いた文字が消えるという内容の動画を投稿しました。しかし動画内で真似しないでくださいというテロップがなかったことや、ペンがフリクションであることを強調していなかったことなどから、子どもが誤った方法で真似をし親騒ぎになりました。また2017年2月に女子小学生 YouTuber が動画内で一部の視聴者を煽るような発言をし、コメント欄が炎上しました。その結果小学校や自宅の住所まで特定される事態となりました。このように YouTuber が影響力を持っていること、 YouTube に誰でも動画を投稿できることで起こる問題もあります。 YouTube には誰でも動画を投稿できますが、それだと視聴者に不適切な動画も上げられてしまうため、動画を規制するコミュニティガイドラインが設けられています。これらのコンテンツはコミュニティガイドライン違反になり、このような動画を見つけた場合、視聴者は YouTube に報告することができます。 YouTube スタッフは報告された動画を確認し、違反していないかどうかを判断します。違反している動画は削除されたり、未成年者に対して不適切と思われる動画には年齢制限が設けられます。しかし実際はコミュニティガイドラインの基準は曖昧であり、子どもに不適切な動画も多数投稿されています。そのため未成年者が動画を見る場合は自己防衛ツールを使うべきだと考えます。自己防衛ツールには Google アカウント、制限付きモード、YouTube キッズの3つがあります。1つ目は Google アカウントです。子ども用のアカウント ID でログインして YouTube を見ることで年齢制限のある動画が見られないようになります。年齢制限の対象になる動画はこのような動画です。2つ目は制限付きモードです。成人向けの可能性のあるコンテンツが表示されないようにするためのオプション設定です。制限付きモードは設定画面でここをオンにすることで設定できます。制限付きモードをオフにしているとこのような子どもに不適切と考えられる動画が出てくるのですが、オンにするとほとんど不適切な動画は除外できます。3つ目は YouTube Kids です。子ども向けと判断された動画のみを表示するアプリです。主な機能としてこのような機能があります。 YouTube Kids ではこのように子どもに不適切な動画を投稿する可能性がある YouTuber が検索に出てこなくなるというフィルタリングがかかっているため、制限付きモードよりも安心して視聴することができます。また視聴時間を設定し、時間になるとアプリが停止するというタイマー機能もあります。YouTube との付き合い方を考えるために、芸端の1、2年生
150人を対象にアンケート調査を行いました。 YouTube の動画を見る頻度はどのくらいですかという問いに対し、ほぼ毎日と答えた人が 49% と最も多く、 YouTube の利用率が高いということが分かりました。次に、先ほど紹介した制限付きモードを知っていますかという問いに対し、はいと答えた人が 59% と、予想していたよりも多くの人が制限付きモードを知っているということが分かりました。 YouTube Kids というアプリを知っていますかという問いに対し、いいえと答えた人が 87% でした。同じ自己防衛ツールでも制限付きモードは半数以上の人が知っていましたが、YouTube Kids の知名度は低いということが分かりました。考察です。トラブルを軽減するためには、動画を作るクリエイターだけではなく、動画を視聴するユーザー、サービスを提供するプラットフォームを含めたそれぞれ3社がそれぞれ次の意識を持って YouTube と向き合う必要があると考えます。クリエイターが注意すべきことは、子どもに不適切と考えられる動画には年齢制限をつける、動画の内容を子どもが真似する可能性があるということも考えて動画を作る、動画を投稿すると一生残ってしまう可能性があるということも理解することだと考えます。ユーザーが注意すべきことは、動画の内容が正しい情報かどうかを判断する力を身につける、制限付きモードを利用したり、小さな子どもに見せる場合は YouTube Kids を利用したりすることだと考えます。プラットフォームである YouTube が注意すべきことは、 YouTube Kids が知られるような周知活動を行う、不適切と考えられる動画が存在するため年齢制限をつけるなど取り締まりを強化する、不適切なコメントをできないようにするなど新たなシステムを導入することだと考えます。先ほど述べたことに注意して、みんなで楽しく YouTube を利用しましょう。ご清聴ありがとうございました。